はい。はい。はい。ということで、甘くスタート。甘くちょっとやっぱり。もうこれでわかるじゃないですかね。やっぱりこれで。わかる。はい。あの、源田選手が、熱愛が発覚されたということで。ああねー。はい、ありがとうございます。これはもうおめでとうございます。はい、やっぱり若い人たちの恋愛っていいね。いやー、いいっすね。まあ、たださ、お互いファンが多い人たち、はい、お互い多いカップルだから、そうですね、はい、これはやっぱ大変だと思うよ、応援してもらうのはね。でも野球はあるあるだな。野球場に取材に行って、それで近づいて、はい、なんか仲良くなっちゃった。いやー、夢ありますよね、でも。いいっすよね。それ夢か。いや、夢ですよ、やっぱ。しかも、あの、同郷なんですよね、二人とも大分県出身。大分の。なんかいい話です。なんかその二人のなんかやりとりのなんか動画とかも結構上がってたんですけど、インタビューのなんか。ああ、インタビュー。インタビューね。それが俺が今言ってる、プロ野球ニュースの、はい、あ一つの企画で言ってるわけだ。あれ、プレイニュースね。そうそうそう。だから、職場の先輩でもあるんですもんね。変な話。二人とも共演してますもんね。共演とかも。これ豊さんキューピッド説。あれ？あれ？いや俺は近、はい、全然そんな関係ない。あ何も。俺は人にキューピッドになるほど余裕はない。余裕はない。ちょっとリアルですね。そんな余裕ありますよ。いやいやまあお互い恋ってさ、はい、まあお前ら経験ある？いくつだと思ったんですか。そんなんもう。いやいや、ちゃんと付き合ったことあるかって。ありますよ。でもお互いがやっぱこう力になるというか、で人に優しくなれるって思わない？あ、まあそうですね。もうなんか、本当に恋愛したことある？いや、ありますよ、ありますよ、ありますよ。いやいや、恋の力ってやっぱ大きくてさ、やっぱ双方がそうやって良くなっていけばいいよね。うん、まあ、高め合って声の力大きかったんですか？大きい。あの3万人入ってる球場の中でも、はい、ひときわ輝いて見えたと。どこに座ってんだろうってわからないと思うでしょ。うわ、そうですね、あんだけ見たの。もうセカンドの守備位置から分かって。それだ、位置はもともと聞いてたってことですよね。それもある。多少あんちゃん、多少座ってるよっていう。いや、多少あるけども、はい、でもそこだけがなんか輝いて見えた。いやー、いいっすね。だからマイコラス投手の奥さんみたいな人欲しいですよ。いやあの美人妻ね。もう美人すぎて、もう投げられないですよ、自分。あれじゃない、共済化じゃない、あそこは。やっぱ奥さんがちょっと、なんかつ奥さんが強そうな力持ってる感じが、なんかそんな感じがするけど、まあそれもそれでありで。そうですね、それも一つの形ですから。まあでも本当にあの番組がつないだ縁だし、幸せになってほしいよね。いや本当ですよね。幸せになってほしいって、まだ結婚するとはなんとかないけど、まあ付き合う段階で幸せであってほしい。まあいろいろあると思うよ、中傷誹謗が。うん、それはやっぱ人気者同士だから。そうですね。それはあると思う、あると思うけど、愛の力貸すんだよそれに。いいですね、いいですね。愛の力貸す。そのぐらい覚悟を持って付き合わないと付き合えないんだよ。おお、ほら。ね、お互いを守ってやれ。源田は特に守ってやれ。確かに、まあ守りの一つもね。そうですね。お前が守る守備は。守備うまいね。でも投げちゃうから。取って投げちゃった。投げちゃわないよ。投げずに投げちゃう。取って。奥さんね、呼吸でいいよ。呼吸しっかり受け止めてあげる。はい、優しく。投げちゃった。投げやすいところで取っちゃう。ダメなんだ。守備はあいつ確かに。うん。ね、投げやすいところで取る。はい。ね、言ってましたね。でもここは取りやすいところで取る。なるほど。もうこれは正面取ってですね、カメラ。もう土正面でも外すない。まあ本当に応援してるから。いや、本当ですよね。まあ我らね、番組にね協力してもらったし。いや本当にそうですよ。いや、だからあのみんなで応援しようよ。応援しましょうよ、頑張れ現場。はいはい、まとまりがないかどうやって締めたらいいかってちょっと難しいけど、でも少なくともこの3人は応援してます。応援します、応援します。はい、頑張れ頑張れ。まあ、江藤も頑張る。あ、そうですね。江藤明さんの方じゃないですよ。もうそこカットで。